皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。なんと、元 N 国と、今は党名を変えて、もうさっぱり何の党かわからなくなってしまった、NHK をぶっ壊すの党のですね、立花孝志代表がですね、なんとコロナ陽性だということが発覚して、YouTube でその投稿してるんですけれども、なんと驚くべきことに、もう10日も前から熱が出てたのに、人と会って、そのとばっちりでですね、翼の党の代表という黒川氏が自宅待機になってしまったという、とんでもないことが起きております。で、これですね、共に YouTube で、詳細が出ているので、YouTube からの情報ですけれども、立花氏はですね、6月8日に、熱があまりにも続くので、検査をしたら、コロナが陽性だったと。で、ところがですね、10日ももうずっと熱が出てたっていうんですね。10日も熱が出たってのに、ほったらかしにしてたと。で、ほぼ自宅にいたから問題ないって言ってるんだけれども、金曜日に記者会見、土曜日に、街頭演説をしていたということで、この4日に記者会見を受けたところの、翼の党の方がとばっちりを受けてしまったということで、これがですね、これも YouTube からですけれども、6月4日、ライブ配信での記者会見、距離は取られており、共にマスクをしているということで、きちっとですね、感染対策をしているので、問題はないのかなとは思いますけれども、熱が10日もあって、この状態で出ていて、記者会見を見ると、喉大丈夫ですかみたいに、喉時々ちょっとおかしなことになっているということで、このためにですね、結局、この翼の党のこの黒川氏はですね、濃厚接触に当たるかどうか微妙だと、結局、マスクなしでもっと近距離で話していたら濃厚接触者になるんですけれども、離れてマスクしてるから大丈夫だろうっていう、だから濃厚接触とはまだ言えない、保健所的にはね。ただやっぱり、あれだけ、一緒の空間にいたので、結局、念のため自宅待機になってしまっているということです。結局ですね、熱があるのに動き回る人がいるせいで、社会が大迷惑になっているということで、結局、そのコロナが別に大したことないっていう人とか、ただの風邪だっていう人は別に全然構わないんですけど、だけど熱が10日も出てるのに、コロナ以前の問題として、10日も熱が出てるのに動き回って、しかもこのコロナのご時世ですよ。で、しかも人と会って、濃厚接触疑いになっちゃって、その人が自宅待機をせざるを得なくなるという、こういう社会に大迷惑をかけてる人がいるっていうのが、結局これコロナに関わらず、季節性インフルエンザでもこういう人がいるから大迷惑なんですよね。結局熱が出てるのに、みんなもう平気だよとか、病院行かなくてもいいよとか、別に大したことねえよ、ただの風邪だろうとかっつって、そういう人が動き回って、いろんな人に会って移しちゃって、結局真面目にやってる人が、迷惑を被って、それで社会の活動が止まってしまうということで、本当にですね、立花氏一時期は非常に輝いてましたけれども、すっかりもう残念な人になってしまって、しかもこんな感じでですね、いまだになんというかね、迷惑をかけて、結果的に迷惑をかけてしまったと。10日も前に熱ずっと出てて、やっと陽性で、だけど記者会見しちゃって、他の党の代表に、濃厚接触者、微妙なけれどもなっちゃって、自宅待機になって、じゃあその人もまたね、ということで、どん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 連鎖反応で経済が止まってしまうので、ちゃんと熱がある人は動かずに人に会うなというね、そういう基本もできてないと、本当にね、非常に情けないなと思うんですけど、ぜひ皆さんもそのコロナが別に大したことないとかって思う人は別に思えばいいんですけど、熱があったからっつって無理して出て人に広めないでくださいっていうことは、コロナに関わらず季節性インフルエンザでも同じで、ぜひですね、熱がある人は家で待機をしてほしい。これをぜひね、徹底していただきたいなと思います。